はい、皆さんこんにちは。今回はね、2024年秋冬シーズンライトゲーム用品新製品の一つ、シマノライトグリッパーというものを開封、そして簡単なインプレを動画にしています。主にこの動画では開封の様子、それからこのアイテムの特徴の説明、実際に今日用意しているアジの掴み心地の検証、そして最後に他のグリップとの違いっていうものをね、比較していこうかなと思います。まあ、実際にアジ掴むっていうシーンあるんですけれども、これ先日釣った25センチないぐらいの中アジを準備しています。まあ、個人的にも非常に注目している新製品の一つなので、いろいろと見ていきましょう。じゃあ今日もよろしくお願いします。はじめに開封やっていきましょうか。紙パッケージなんですね。こんな感じ。まあ、あんまり紙パッケージって他では見ないような感じですよね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、こんな感じです。まあ、専用ホルスター、それから本体が入ってますね。まあ、カラーはね、3種類あるんですけど、僕が選んだのは、この真ん中が金色のブラック。これを選んでいました。まあ、外観としてはですね、まあ、閉じた時は割とコンパクト。ただね、開いた時歯がねかなり開きますね。んで横から見たら細身で島のロゴが入ってるというような感じです。はい、ではね、このアイテムの特徴を7つほど説明していきます。まず1つ目が、このハサミ部分が上側、これ樹脂で、下がね、これ金属なんですね。だから樹脂と金属のハイブリッドっていうような格好のフィッシュグリップになってますね。これいろいろね、ホームページなんかでも情報見てると、このメタルの先端が薄いんで、落ちた味を歯で拾って掴めるみたいなメリットがね、あるそうですね。まあ、これね、ちょっと後で実際味掴んで試してみましょう。金属系のフィッシュグリップで言うと、この良い姫のものですね。まあ、これはね、全体が金属なんですけど、まあ、こっちは下の歯が金属、その他がプラスチックとなってますんで、結構軽いんですよね。はい、二つ目。この歯の先端がティップクロス構造というものになっている特徴ですね。これ何かっていうと、歯を閉じた時、金属の歯がプラスチックの歯の内側にグッと入り込んで、ここに開いたポケットに先端がクロスして収まるっていうような格好ですね。まあ、これのメリットとして、掴むアジのサイズを選ばないっていうことが挙げられるみたいですね。まあ、大きいアジはね、もちろん掴むことができるんですけど、ちっちゃいアジやとどうしてもグリップによっては閉じた時に魚の厚み以上の隙間までしか取れないんで、厚みのないアジやったらすっぽ抜けちゃう悩みがありました。良い姫のグリップ使ってる時からそれは思ってました。確かに大きいアジは掴みやすいけど、この隙間より細いアジは掴みどころが悪かったら落ちてしまう。まあ、そういう悩みを解消したのがこの先端の構造ですね。この2つ比べてしっかり歯と歯の隙間が閉じてるのがわかりますね。これによりしっかり小さいアジも掴むことができるよっていうような構造です。これは結構ね、個人的には嬉しいかなといったところ。まあ、いろんなサイズに対応しているということです。はい、三つ目がね、この歯の向きですね。やや返し状に内向きに歯の先端が向いているということです。これはね、正直いろんなグリップ使ったんですけど、まあ、若干内向きみたいなものは他にもありますね。この内向きに歯の先端、頂点が向いていることで、まあ、魚を落としにくくしますよっていうようなことですね。はい、四つ目がね、広い開口部。まあ、先ほどの開封の時も言ったんですけど、ガバッとね、このグリップ開きます。まあ、せやからね、まあ、分厚い大きいアジでも全く問題なく対応はできそうな感じですね。今パッと触ってみた感覚だと、今まで使っていたアジングのグリップの中で一番開くかなっていうような印象を持ちました。その次、ハンドルの形ですね。これも普通の形といえば形なんですけど、結構持った感じね、手にフィットするんですよね。ここの突起、まあ、指引っ掛けて、あとは素直に握るだけでしっかり握れますんで、割とシンプルな作りになってるのかなっていう風に思います。ちょっと手が小さい人はこれ開いた時に持ちにくいかなっていう気はしますけど、まあ、大きな問題ではないですね。まあ、個人的にはまあしっかり扱うことができそうです。はい、続いては専用ホルスター。まあ、このホルスター付きっていうところで、一番ね、あ、これすごいなって思ったのが、洗いやすさですよね。まあ、かなり前にガーグリップ使ってたんですけど、それ使うんやめた理由って、ホルスターの中が洗えなくて、鱗まみれ、それから匂いが気になるっていうような理由やったんですね。せやから、これに関しては、まあ、しっかりね、中まで洗えるんで、すごく嬉しいなというところです。まあ、今後、長く使う上で、重要な要素かなと考えています。
それから最後、脱落防止のコードをつけるための穴がホルスター本体についてるっていうところですね。まあ、こことここにつけて、まあ、落とさんようにっていうことなんですけど、つけてる人つけてへん人いてますんで、まあ、これは好みに、まあ、合わせて判断したらいいかなというところです。これもね、まあ、そんなにめちゃくちゃ安いもんではないんで、まあ、私は、まあ、何かしらつけようかなというふうに思ってます。ビヨーンってするやつ、ちょっと名前がパッと思い出せないんですけど、まあ、そういうのをつけて脱落防止とさせてもらいます。ではね、今から実際にアジグリップで掴んでみたいと思います。まあ、これはね、前回動画、まあ、今年一発目のフロートアジングの動画の中で釣った一匹です。まあ、他のアジはねもう食べてしまったんですけど、この一匹だけこの動画用に取っておいてます。まあ、これを例にグリップ使ってみたいと思います。じゃあ行きまーす。まあ、こんな感じでアジ掴めますよっていうところなんですけど、このアジ掴んだ時の握り心地なんですけど、このように問題なくアジホールドしてくれるのかな。意外とね、ギュッと持たなくても、まあ、ちゃんと固定はしてくれます。まあ、開き幅もねこんだけあるんで、まあ、これくらいのアジだったらパパッと余裕で掴めます。まあ、握り心地問題なしと。それで、ね、刃もね、さっき内向きにポイントが向いていると言いましたが、まあその効果もあるんでしょうか。まあズレはないですね。まあただね、掴んで思ったんが、結構ギュッといくとね、このようにアジにくっきりと大きな肩ついてしまいます。これっていうのが、この金属ブレードの方の波の先端ぐらいがぐっと食い込んでるんで、まあ、できるだけアジの厚みのカーブに沿って握ってあげるのがいいかな。ちょっと現場では難しいかもだけど。まあ、なんせ強く握りすぎないことが大事ですね。まあ、特に、まあ、リリース前提の釣りやったら気をつけてあげた方がいいですよね。それからね、一番最初の方に言いました、落ちたアジを拾い上げて掴む。これちょっとやってみたいと思います。まあ、このような感じでね、ちょっとキッチンペーパーの上に置いてます。このメタルの先端を差し込むように拾う、まあ、こういうことですよね。まあ、確かに拾いやすい。逆に樹脂の方で行ってもなかなかうまいこといかんと。まあ、この下に差し込む取っかかりっていう意味ではこの先端は優秀ですよね。堤防の上で落とした時さっと拾える、これはメリットです。はい、ではね、ライトグリッパー。今まで使ってきた他のグリップと比べてみたいと思います。比較対象はね、この3つです。まず、レインですね。そして、去年の新製品、よいひめのアルミフィッシュグリップ。で、最後にね、まあ、個人的に初めてアジング用に購入したグリップ、ガーグリップ。これらと、まあ、いろいろ見比べていきましょう。まず、開き幅ですね。カパッといきます。この開き幅っていうのが、この刃の内向き同士でいくと 13.5 センチぐらいでしょうか。はい、よいひめはだいたい7センチ。はい、レインでこれ10センチ程度でしょうか。ガーグリップは8センチぐらい。っていうことで、まあ、今比べたグリップに比べて極端に開き幅がでかい。それも一つの特徴かなと思います。だからまあ、いろんな大きさの魚対応しますよっていうところで、一つ選ぶ基準としてこの幅見てもいいのかな。重さ見ていきましょう。まあ、これはね、ホルスターを除いた重さを見ていきたいと思います。はい、まず、ライトグリッパー。115g。はい、続いて、よいひめは、121g、122g。はい、レイン。143g。ちょっとね、このマグネットがついてるんで、まあ、これはあくまでも参考程度に。はい、最後、ガーグリップは、121g。ってな感じでね、このグリップが一番軽いっていうような結果になりましたね。まあ、確かに持った感じも、あ、これ結構軽いなっていう感じはあったんで、まあ、この金属の刃がついてるにもかかわらず、軽量化ができている。結構横から見てもね、細身なんで、まあ、割と見た目はコンパクトですよね。はい、次はね、刃の形ちょっと見てみましょう。まあ、ライトグリップはね、内向きにポイントが向いている樹脂の刃とメタルブレード。まあ、よいひめの方は、まあ、左右2本ずつの金属の刃ですね。まあ、これもね、ノコギリ状になっています。向きで言うと、やはりこれも若干内向き。はい、レインですね。刃の形もそこまで変わらないんですけれども、ちょっと一個一個のピラミッド状の刃は大きいかなというところ。これもポイントは若干内向き。はい、ガーグリップ。あの形状はもう先ほどのものと変わらずというところ。基本的なところは皆似たり寄ったりなんですね。
まあ最後に比べるのは握り心地ですね。まずライトグリッパーはね、手にフィットしやすい形なんですが、まあ、開き幅がでかいんで、ハンドルもガバッと開きます。手の小さい人はちょっと、まあ苦労する可能性はありますね。握った感じは結構細身なんで、非常に握りやすいなというところ。はい、良い姫アルミフィッシュグリップはというと、まあ、開いた状態でもね、まあ、しっかり手に収まる、そんな格好。まあ、このハンドル部分にね、ゴムのような素材ついてるんで、まあ、滑り防止に一役買っている、そんなところ。ライトグリッパーに比べたら、握るとき、まあ、わずかにですけど、握る力はいるかな。まあ、これも本当にわずかな差です。それから金属なんで、寒いキンキンの冬に金属部分に素で触れると、まあ、冷たいかなと。はい、レイン。この手に当たる部分、ハンドル部分にも、もうエンボス加工のような、ボコボコザラザラみたいなものがついているんで、まあ滑りにくくはなっていますよね。かなりベーシックな格好なんで、まあ誰でも使いやすいかなというような握り心地。はい、そしてガーグリップ。もうハンドル部分が波状になっているんで、まあ、各指にフィットしやすい、そんなハンドル形状。小さい力でしっかり閉じることもできますんで、すごく気に入って使ってました。まあ、一番長い間使ってたのがこのグリップかな。まあ、グリップもね、すごい種類増えてきて、まあ、選択肢も広がったんで、まあ、今年はライトグリッパー、ワンシーズンは使ってみようかなというところで考えてるんですけど、これも愛着のあるグリップの一つです。まあ、簡単にね、総括すると、まあ、握り心地、持ちた魚を拾って掴めるっていう点、まあ、ホルスターも洗いやすいっていうところで、まあ、かなり今後活躍してくれるフィッシュグリップになるんじゃないかなと思いますね。あとはね、実際現場でしっかり使い込んで、いろんないいとこ悪いとこが見えてくると思うんで、実際釣りに持ち込んで使ってみたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でございます。まあ、今回はね、ライトグリッパー紹介というような動画になりました。まあ、個人的にこの秋冬シーズン新製品で最も気になっていたものの一つなんですね。まあ、先ほども言いました通り、まあ、これをがっつり使い込んでみようと思います。まあ、今からね、アジングサイズも狙えて面白い時期になってきますんで、まあ、このチャンネル初めて見ましたよっていう方はぜひね、チャンネル登録をいただきまして、今後動画を見ていただければとても嬉しいなと思います。じゃあ今日はこの辺りで動画終了といたします。バイバーイ。